日本鹿児島県鹿児島市、新委院長新委院長は、鹿児島県鹿児島市の町、旧鹿児島福島新寺市委員通り町、鹿児島市新寺市委員通り町、郵便番号は890016、人口は1770人、世帯数は1124世帯、新委院長の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市中部、 大月川下流域に位置している。町域の北方には草、牟田、白山町、長田町、南方には平野町、山下町、照国町、西方には城西、高市、東方には白山がそれぞれ隣接している。町域の西端を国道3号が南北に通っており、鹿児島本線が東西に通っている。また、 鹿児島県内各地で7月から8月上旬頃まで行われる六月島は町内に所在していた上山寺の観音像を作り変えた際に島津光久が多くの灯籠を検討したことを発祥としている新昇院町という町名はかつて区域内に新し寺寺寺院という寺院がありその寺院の名称に由来して江戸時代の札幌円各地図によれば上山寺 新し寺市院、大徳寺、柿の元の寺などの寺が集まる地域であったとされる。明治時代の初期頃には、鹿児島下の新し寺市院通り町であった。1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島城下及び、近在の47町三村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの新し寺市院通り町は、鹿児島市の町、 新し寺新通り町となった。1899年には、町名から通を取り、新省院長に改称した。1907年7月6日には、大月川が氾濫し、新省院長が浸水し、1911年6月22日、9月21日にも、大月川が氾濫し、家屋浸水の被害にあった。 第二次世界大戦中の1945年4月8日にはアメリカ軍の空襲によって新商委員長の区域も爆撃された。1976年7月5日に新し寺市委員において住居表示が実施されることとなった。長域の変更はなく新商委員長の全域で住居表示が実施された。1986年7月10日には 集中豪雨の影響で新松陰町において崖崩れが発生した。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。鉄道は日本本線が町内を通過しているが駅は所在していない。最寄り駅は鹿児島中央駅。かつては 鹿児島市電意識線が通っていた。一般国道鹿児島市営バス、JR 九州バス、南国交通、鹿児島交通の路線バスが通っている。常並武次郎、ありがとうございます。